でござるよ。あれ、八神さん。服部は？もう結構前に帰りましたけど。そっか。本当に星野くんが追っ払ったのか。というよりは、沙織さんの沈黙に耐えられなかったみたいで。なるほど。そりゃきついな。あの、それより。ん？真冬？新谷先生のお悔やみを言いに来たの。そのためだけじゃないでしょ。八神さんに直接伝えたら。うん。俺に何かあんのか。うん。あのね、泉田検事が八神君の逮捕に動いてるみたい。新谷先生の件で。ああ、そういえば黒岩ってデカも俺を重要参考人だって引っ張りに来た。何がどうなっているの？なんだよ、それはこっちのセリフだろ。一応聞くけど、八神くん、やってないよね。俺が？新谷を？うん。やってないよ。よく聞けるな、そんなこと。仕方ないでしょ、検事なんだから。人を疑うのは仕事上の務めです。で、泉田が俺を疑う根拠は？何か証拠でもあんのか？どうかな。なんか私ハブにされてるから。ただ森田検事生まで八神君を疑ってるみたい。嫌われてんだな俺。さすがに好き嫌いで動くほど検察は感情的じゃないはずだけど。まあ、八神くんがやってないって言うなら安心した。それでも何かあったら連絡して。私で力になれることがあれば言ってほしい。ありがとな。またね、源田先生にもよろしく。杉浦さんの方どうでした？何か収穫は？ああ、梶平は風見大臣に創薬センターの閉鎖を働きかけてた。ん？え？梶平の再開発はセンターの土地を当て込んでたんだ。ところがアドデックナインの発表で全部ご破産。梶平は大損を抱え込んだ。ちょっとそれ、じゃあ梶平と創薬センターめちゃくちゃ関係してたんですか？服部の記事によるとそういうことらしい。服部さんってさっき来てた？だからその裏を本人に聞いてやろうと思って来たんだけどな。なるほど。会いたくない時はしつこくつきまとってくるのに。ほんとあいつとは相性が悪いよ。もしもし。八神さん、杉浦。ねえ、今源田事務所から女の人が出てったよね。ん？ああ、真冬のことか。名前は分かんない。でも綺麗な人。何やってんだお前。俺をつけてたのか。説明は後で。今その真冬さんがヤクザにつけられているよ。え？ヤクザは4人か。もしかしたらもっと。僕どうしたらいい？ほっといちゃまずいでしょ。すぐそっちに行く。今どこだ？法律事務所から劇場前通りに向かって。急いでよ八神さん。僕一人じゃどうにもなんないからね。八神さん、まだ？今どこ？源田事務所出たばっかりだよ。真冬は今んとこまだ無事。でもやっぱ間違いないよ。真冬さん、ヤクザにつけられてる。八神さんも急いで。今劇場前の広場を通り過ぎるとこ。
もしもし、八神さん。真冬さんは今、劇場通りを左に折れたとこ。ああ、わかった。なんか、彼女をつけてるヤクザ増えてるみたい。4人どころじゃないかも。ヤクザがケンジを狙うって、どこの組だ？それはまだわかんないけど。とにかく、八神さんも急いでね。おう、ちょ待てこら。八神やな、お前。今急いでんだ。この先は通行止めや。ケンジのお姉ちゃんはわしらが先約やさかい。何？早いもん勝ちやで。踊りが引っ込んでる。お前ら誰だよ。なんで真冬狙ってんだ。まだまだ終わったらんで。よう、どうしたタボ。あ、カイトさん。面白そうなことやってんじゃねえか。手貸すぞ。なんやと。ちょうどよかった。ここ頼むよ。こいつらの仲間が真冬を狙ってる。真冬ちゃんが？こいつらの仲間に。とにかくあとよろしく。そっか、真冬ちゃんを狙ってね。じゃあお前らは俺がたっぷり可愛がってやる。あっ、踊り。もしもし、八神さん、聞こえる？まだなの？杉浦、真冬は無事か？うん、今中道通り。真冬さんをつけてるヤクザは多分4人。ちょっと僕の手には負えない感じ。分かった、こっちも中道通りに入るとこ。急いでね。もしもし、ヤガミさん、気をつけて。ヤクザたちがそっちに気づいたみたい。は？4人ヤガミさんに向かってってる。分かった、お前は真冬を見ててくれ。
大丈夫か？うん、なんとか。さっきの人たちは何？いや、わからない。俺も仲間の知らせがあったから来れただけで。カイトーさんも助けてくれた。今度会ったら礼言っとけ。私がヤクザに狙われたの？なんで？悪い、ちょっと待った。八神さん、無事？女の人は？杉浦、おかげで助かった。ありがとな。ならよかった。僕の方はね、さっきのワゴンを追っかけてるとこ。ワゴン？真冬をさらおうとした？そう。もしもし、泉田健二？藤井です。八神さん、さっきのヤクザたち、凶霊界だよ。何人か KJ アートで見た顔がいた。凶霊界が？なんで真冬を？うん、だからそれを直接聞いてやろうよ。八神さんもすぐこっち来れる？いや、彼女を安全なところに連れてった後だ。また連絡する。私なら大丈夫。泉田健二が警官を迎えによこしてくれるって。凶霊界って関西のヤクザでしょ？その連中が私を狙ったの？そうらしい。理由は多分。俺のとばっちりだ。悪い。え？凶霊界とは少し揉めててな。だから思い当たらないこともない。カムロ町でヤクザと揉めるなんて。え、何？さっき顔を殴られてたよな。大丈夫か？あ、うん。もう二度とこんなことがないようにする。うん。凶霊界と話をつけてくれよ。そんなの危ないんじゃないの？私なら大丈夫。もうカムロ町には近づかないようにするし。そうだよ、八神君もこの際少し町を離れたら。お迎えが来た。もう大丈夫だな。俺は当分この町を離れる気はないよ。どうして？今追ってるモグラが3年前の事件とつながってきた。3年前のって大久保新平の？ああ、モグラに殺された新谷が創薬センターの庄野って研究員に連絡を取ろうとしてたんだ。その庄野は大久保の事件で検察側の目撃証人だった。それだけ？俺もまだパズルのピースを集めてるとこだよ。でもそれを解くまではもう前に進むしかない。そっか。3年ぶりかな、八神君のそんな顔。ん？人参を目の前にした馬みたいな。は？生き生きしてるって感じ。じゃあまたな。もしもし、杉浦、八神だ。もう動ける。そっちは今どこだ？結局ワゴンはカムロ町から出なかったよ。
古いキャバレーでみんな降りてった。公園前通りにある本丸園って店。本丸園、カイトーさんも向かってくれてる。よし、分かった、すぐに行く。もうキャバレーの近くまで来てる。そっちは？店の前に着いた。杉浦も一緒だ。分かった、俺ももう少しだ。こっちだ、タボ。見て、さっきのワゴンが止まってるでしょ。ああ、ここも凶霊界のアジトってことか。ああ、多分な。中にどんだけ人数いるかはお楽しみだ。もう行く準備はできてるか？ああ、いつでも行けるよ。あ、ねえ、作戦とかは？そんなのいらねえ。はあ？でも中何人いるか分かんないんだよ。何人いてもやることは変わんねえってさ。ああ、今は作戦とかそういう気分じゃないんだよ。なんで？分かんねえか。さっき目の前で真冬ちゃん殴られたからだろ。マジか。よし、行けや、ターボ。一番乗りはお前に譲ってやる。